ウローラのお時間になりました。本日のテーマ、副業で1億稼いだ男のマインドセットということで、この前ですね、鷲津さんと対談をしてきまして、明日鷲津と対談した動画の方を公開予定でございます。で、あとセミナーの日程も決まりまして、明日2月10日なんですけども、1ヶ月告知ですね。その1ヶ月後、3月10日、福岡で、セミナーを開催決定しました。で、対談撮ってる時はですね、まだ会場を抑えてなかったんですけども、まあ、会場も抑えられまして、3月10日もう会場も抑えました。なんで、まあ、これからまあちょっとご案内そのうちすると思います。はい、まあ、裏メルマガの方でご案内していきますんで、福岡、まあ、博多ですね。博多の 駅から徒歩何分だ、 7分間どっかそんぐらいで来れる場所を抑えましたので、福岡の博多ですね。はい、やります。はい、で、時間はね、13時から17時ぐらいですかね。で、やる予定です。で、まあ、僕、鷲津さんのセッションと僕のセッションですね。はい、まあ、両方聞けると。しかも鷲津さんの場合は今回ね、まあ、テーマである通り、まあ、去年ね、鷲津さんサラリーマン辞めましたけども、サラリーマン時代に副業でも1億稼ぎましたんで、しかもネットビジネス始めたのが46ぐらいかな。まあ、40後半ですね。そこからまあ、やって、億稼ぎましたんで、そんな人の話を生で聞けることはね、あんまりないんじゃないかなと思いますし、正直このコンセプトでセミナーやることが多分鷲津さんもないと思うんで、単独ではね、おそらくどうなのかな、単独で多分やんないと思うんですけどね、マインドセミナーみたいなの僕とコラボだからやるっていうね、プレミアな感じなんで。そう、まあ、なんでこれやるかっていうと、鷲津さんがですね、当時その1億稼ぐマスターマインドセミナー1ですね、一番最初にその、まあ、2もやったんですけど、その1に参加してくれたんですよ。で、本当に1億稼いだっていうね、結構すごくないですか。1億稼ぐマスターマインドセミナーっていうのを昔やったんですけど、それに参加してくれたお客さんが本当に1億稼ぐっていうね、かなり。で、そのお客さんが今回特別講師としてね、登壇してくれるわけですから、これはなかなか物語として作れないですよ。これはこれ結構作れないと思いますよ、多分、おそらくなかなかないと思います。でも嬉しいですね、それができるんで。で、それで、まあ、その対談取ってきてね、で、鷲津さんに、まあ、マインドの話をこう質問したりとか、いろいろその動画をね、明日公開しますけど、で、まあ、ブログで書いたのが、まあ、まとめるとね、もうシンプルです。稼ぎたいならやれっていうね対談動画でね、10時間ぐらいやれみたいで10時間ぐらいやれみたいなね、スパルタンな対談になってますけど、まあ、稼ぎたいなんてやるだけなんですよ。で、まあ、その 僕とか鷲津さんが言わなくても当たり前じゃないですか、そんなの。でもやれてないんですよ、みんな。で、だからやれてない人は来てほしいなと思います。だって、その当たり前じゃないですか、稼ぎたいんだってやるしかないんで。でもみんなできないんですよね。だからできない理由を潰すためにも、まあ、今回のセミナー参加していただいて、まあ、いろいろそこでもエッセンス、いろんな、なんだ、いろんなマインドセットね、レクチャーしますので、参加してほしいなと思います。でも本当シンプルですよ。鷲津さんも1億稼げた理由って学んでやっただけなんですよ。で、なんでやったかっていうと、稼ぎたいからです。お金がなくて稼ぎたいからやったんですよ。それ以上でもそれ以下でもなくて当たり前なんですけど、でもその当たり前のことはみんなできないので、できないからこそできないと思う方はですね、セミナーに参加していただいて、直接鷲津さんの話聞くとかね、まあ、僕もいろんなマインドセットをお話しますんで、でもまあ本質的なコアは本当稼ぎたいんだったらね、まあ、やるだけなんですよ。それ以上でもそれ以下でもなくて。だからその対談取ったんですけど、もうそのなんか鷲津さんがね、なんかそんなような話しちゃったから、もう5分か10分で終わりですね、みたいな。そこからああでもない、こうでもない、引っ張りましたけど、まあこれができればね、みんな稼げるんですよ。本当に。まあ、あとはね、継続できないしね、みんな。結局やるってなったとしても、なかなかずっと継続できないんですよ。そう。だから、これもそうじゃないですか。稼ぎたいんだったら、稼げるまでやるだけなんですよ。継続とかじゃん、継続ができませんとかそうじゃなくて、稼ぎたいんだったら、稼げるまでやるっていうね。稼げるまでやるから継続になるじゃないですか、おのずと。
だから富士山登りたいんだったら富士山の山頂登りきるまで登るってことですよね。そう、登るっていう、登れば富士山行けの山頂行けますから。でもそこでね、その登らないんだったら登らないですよね、途中で下山ですよね、うん、だから自分が絶対富士山登るんだっていうね、鷲津さんも一番最初でね、気持ちですよみたいな話をしてしまって終わりなんですけど富士山に絶対登るっていう気持ちがあったら登るじゃないですか。でもその気持ちが、まあ登れたらいいなみたいなね、富士山に登れ、頂上まで登れたらいいなっていうような気持ちだったら多分下山しますよね。絶対登る、絶対何が何でも登るって決めてしまえばどうですか、登りますよね。うん、でもそれが中途半端な気持ちだったらそれは登らないだろうし、やっぱしんどいなみたいなねそうだけど、そうは言っても吉谷さん、そうは言っても鷲津さんなかなかできないんですっていう方はね、もう絶対参加しろっていうね。で本当にあのセミナーは今回僕絶対やるって決めてねやりますけど、これやったらもう当分やらないんで、セミナーは正直、そのやる方は大変なんで、セミナー、本当に。セミナーの集客して、まあ会場とか用意したりとか、結構すぎ、しかもリアルなんでめっちゃパワー使うんで、だから僕は今回やるって決めた理由は、去年やれなかったんで、あ、やるやる詐欺やってしまったんですよ。去年やるやる言ってね。だから今年は絶対やるって決めたんで、で、これやったら当分やんないです。だってやったから。もうやったっていう。悔いないって。ね。去年やれなかった、もうやった。食いないし。だから当分やんないっすね。もうね、正直すいません。年も取りました。すいません。正直年も取ったんで、もう多分やるとしたらまた1年後とか2年後っすか。今回まあ福岡と東京でやるんですけど、だから福岡東京でやったらもうセミナーやんないですね。すいません。年です。年を言い訳なんですけど。でもまあね、去年の反省を生かしてやりきる、やるっていう、とにかくやったぞっていうね、僕の中でも納得感というかね、それは作りたいというか、まあ決めてるのでやりますけど、でもやった後は次決めてないから、まあ当分やらないと思います。で、なぜならばもう僕も年取って、もう正直っていう、しんどいですね。そう。まあ、気が変わったらね、またやるかもしれないですけど、でも今のところはもう予定はないので、とにかく今回の目の前の福岡と東京は絶対やる、今年やる、それだけですね。その後は考えてないので。そう、だって去年もね、やる言うてね、結局やんなくてね、あれですから。いや、これね、正直僕、人前に出たいタイプじゃないですからね、ぶっちゃけ言うと。ぶっちゃけ言うというか、正直、本音で、マジで。動画ではね、どうも言うてますけど、本当に人前に出て話すとかね、僕、タイプ、そういうタイプじゃないですからね。でも、昔は、そんな言ってられないわけですよ。だから、それもマインドセットなんですよ。ね？人前で話してどうのこうのってやりたいですか？逆に聞くけど。人前に出てね、目の前で喋りたいですか？多分ね、人前に出て喋りたい人ってあんまいないと思うんですよ。特にそのネットでね、自動で稼ぎたいとか言ってる人もね。絶対ない。人前に出て顔さらして緊張もするしね。僕もそういうタイプじゃないんですよ。だけど、それもマインドセットなんですけど、当時はね、僕はゴーストライターやってまして、僕のことほとんど無名なんですよ。だから無名がなんかやるんだったらもうね、やるしかないですよ。その稼ぎやすいことをね。だってセミナーで、まあ当時はね、セミナーやってバックエンドとか売ってましたけど、だってリアルでバックエンド売った方が売りやすいじゃないですか。当たり前ですけど。ステップメールで売るよりリアルで売った方が売りやすいですよ。クロージング率高いですよ。どうですか？まあ東京のルノワールとかね、対面でネットワーク売られまくってますけど。ステップメールやるより対面でセミナーやって対面で売った方が売りやすいじゃないですか。売れる確率上がりますよね。だからやりたいとかやりたくないとか、そのどうでもよくて、その一番、なんだ、最短の手法ですよね。最短で高額な商品を売りやすい手法を取りましたよ。だって稼がないといけないから。やりたくないけど。
やりたくないけど稼がないといけないからその手段を取るってことですね。で、あとはお客さんとの関係性ですよね。直接会って直接触れて、そっちの方が信頼関係作れるじゃないですか。そう。だから当時はね、めちゃめちゃセミナーやりましたよね。つべこべ言わず。とにかくセミナー、とにかくセミナー。直接会う、直接会うみたいなやりましたけど。さすがにもうね、8年やってますから、もうだいぶやらなくても良くなってきたんで。ただ今回のセミナーは去年やれなかったんでやるってことでやりますけど。そう。なんでね、福岡で、福岡付近、九州の方はね、ぜひご参加いただけると。あとね、正直、本当に今回嬉しいのが、やっぱね、鷲津さんの話、鷲津さんに直接話が聞けるっていうのが、マジ、その、生の現場というかね、どうすか本当にそのサラリーマンの時代に副業で本当1億稼いだっていう、その人の話を聞けるって、僕ね、あんま滅多にないんじゃないかなって。僕はすいません、19年やってるんで、もうあれですけど、なんか今回は鷲津さんのその登壇、そのセミナー講師として話してくれるっていうのが、すげえ価値あると思うんですよね。その現場。しかもその若くないんですよ。ね、鷲津さん若くないですよ。40後半から始めてスタートしてそれですから、その人の話を聞けるっていうのはすげえ僕は価値があると思いますよ。そうそう聞けないと思います。います周りで。40後半からネットビジネス始めて1億稼いだ人、周りにいてますか？多分いない。これはいないね。いや、これは本当価値あると思いますんで、ぜひご参加いただきたいなと思います。3月10日、しかも1ヶ月前にちゃんと告知してますので、告知しますので、1ヶ月前告知しますんで、告知明日動画もと公開しますけど、まあ今もね、今日も言ってますけど、はい、ぜひ来ていた。まあ東京もやります。ただ東京に関しては今回福岡のセミナー終わった後、まあいろいろと鷲津さんとまた揉んで、いつ東京やるか日程調整してって感じで、多分まあ5月ですかね、セミナー終わってからなんで5月6月ぐらいになると思いますけど、3月10日のセミナー終わった後にまたちょっと決めていくので、まあ1ヶ月前、それも東京セミナーも1ヶ月前告知したいので、多分5月、6月ぐらいになってくるかなとは思いますね、東京は。もしくは夏とか。でも夏暑すぎますからね。でも梅雨も梅雨でどうなのかな。まあいいや。まあとりあえず東京はちょっとまた2ヶ月ぐらい離れると思います、3ヶ月とかね。はい。ということで。まあ明日ね、鷲津さんとの対談動画もちょっと公開予定なので、お楽しみにしておいてください。では終わります。ご視聴ありがとうございました。